気づいて気づいて気づいて。こんにちは、アールです。さあ今日はですね、2月28日の今朝の7時37分なんですけれども、今日のね10時からね、この赤い柵がなくなってハイカラシティに行けるということで、ちょっと調査してみようと思います。まだかな。てかこの赤い柵があるのじゃあ珍しいってことよね。今のうちに撮っとこうぜ。はい、こんな感じでした。ちょっと資料としてね残しておきましょう。さあ開くのを待ちましょう。いやこうやって行けるんじゃない、ワンちゃん。ダメか。いいニュースと悪いニュースがあんねんけど、どっちか聞きたい？いいニュースを頼む。何これ？こんな始まり？なんと、延期しまくりだった駅の工事が、ようやっと終わりやした。終わったんだ。ついにか、長い工事じゃったの。これで早から地方に行きやすくなるね。マジか、こういうことね。それその、悪いニュースって？悪いニュースってなんだ？便利になった境、早からもんが行さん来るようになってん。なんでと？わしらの番からがいが。それっていいことなんじゃない？今こんなとこやな。お、駅の工事が終わってハイカラシティに行けるようになったぞ。ハイカラシティはハイカラ地方にある町だ。この辺とは違うハイカラな奴らが集まっているぞ。リン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 。何あのバッチ。今俺バッチ見てる場合じゃねえんだ。行くぞー。こっち？どっちでもいいんだ。電車に乗る。ああ、この町へ行きますか。これ絶対選べるじゃんね。ハイカラシティとかハイカラスクエアとか。行く。ねえ。来ました。おばちゃん。いる。たぬきち。スピーカー。ダウニーさん。福屋。たぬきち。しょうからーず。スパトゥーン3、わー、すごーい。こっから始まんの？ようこそハイカラシティへ。ここは生かした奴らが集まるハイカラシティの広場だ。日々生かした奴らが生かしたバトルを楽しんでいるぞ。目の前にそびえ立つのが生かしツリー、ハイカラシティの名物だ。生かしツリーの1階にはバトルに参加するためのロビーがある。そしてこっちがブイヤベースと呼ばれるファッションビルだ。バトルで活躍する生かした武器やギアはここで揃えよう。ただショップの店員は生かしてないやつを全く相手にしないから気をつけろ。こっちの熊さん紹介ではいつでもバイトができるぞ。ただし怪しい噂もあるから注意する。熊さん紹介ができてんね。駅の入り口はここだ。他の町に行くときはここから電車に乗ろう。ね、これ、バンカラ街に帰るときはじゃなくて、他の町に行くときはだけ、やっぱハイカラシティも来るよね。うーわ、楽しみ。それから、あの建物の2階にあるのが、イカッチャと呼ばれる総合アミューズメント施設だ。ここでは近くにいる友達とワイワイ遊ぶことができるぞ。イカナカ、ソンチャ。え？ラブちゃん。あっちの路地裏には何やらよどんだ雰囲気が漂っている。へへ。以上、バトルやバイトに励むもよし、街を見て回るもよしだ。ハイカラシティを楽しんでくれ。うわー、ありがとうございます。ちょっと、こっから行ってみようぜ。はい、来ました。おばちゃんいます。おばちゃん散歩だね。はい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 。オッケー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 。で、何これ。いらっしゃいませ。あ、雑貨屋。で、オフラインだ。ロビーでインターネット繋いでからまたどうぞ。あ、なるほどね。雑貨屋がなかったけ、これ、バンカラ街のパルコちゃんと通信ができるんだ。竜宮城って書いてあるわ。なるほどね。これで雑貨屋買えます。熊さん紹介あります。入ってみっか。ネットにつなげません。ってことは、他のお店もそうか。ああ、バトラーのところもあるじゃん。あら、いらっしゃい。そうなんだ。バトラーもあるんだね。靴屋は？靴屋は？あはは、アジオくん、射精。オフラインじゃね？ロビーでインターネットにつなげるし、行ってくる？今、メンテナンス中なんだよ。唇青いよ、大丈夫？せっかくだけみんなのオフラインの反応を見てみよっか。さっきのがアジオよね。
で、ここは誰？服屋。入店感謝のオフライン。ロビーにてインターネット接続。そしてまたご来店。越前。服屋。で、これ頭屋かな？あ、いらっしゃいませ。あもね、姉も。あ、オフラインだから、ロビーでインターネットにつないできてください。OK。で、明日来い。なに、熊野。あいつ口悪いな。すごー。こっちはこっちは。あ、アミーボね。アミーボができますよ。で、ダウン行っちゃうか。ダウン行っちゃおうぜ。ダウン行っちゃおうぜ。どうも。チュース。で、お前、オフラインじゃん。ロビーでインターネットについねえからまた来てくれな。うぃーし。スパイキーと同じことができるんかね。弟子と。ん？なんかふざかれてる。ここヒーローモードあったよね。ゴミ置いてるな。なになに？当たり目のマークが。で、ポスト投函。なるほどね。武器屋は？武器地は？これか。あ、豆武器地とかがおるよね。いらっしゃいちー。かわいい。まあ、オフラインでち、ロビーでインターネットにつないでくるで、つないでくるでち。目がキラキラでかわいい。こう、バンカラも君たちやってくんねえかな。またでしゅー。ね、二人おるけさ。よーし。じゃあさ、じゃあさ。塩カラーズ。じゃーん。こう、イカちゃんタコちゃんで反応変わるかまず試してみよう。これ雇ったら見てくれるかな。声聞こえるじゃん。めちゃくちゃでけえ声で喋ってる。おーい。やってくれた。じゃあタコでやってみよう。これ服テカテカしとるね。3仕様？まあ多分そうだよね。あ、後ろにポスター貼ってるわ、新曲の。ああ。同じだ。ボーイでもやってみっか。わあ、同じかな。全員同じだ。プレイヤーによって反応は違うことはないみたいですね。でもこんな感じかな。あとはロビーだけど、ロビーは今ね、メンテナンス中でまだ入れんけ。特にね、インターネットとかはつなげんけど。すごーい。入ってみよう。あ、ロビーに来るとここに来るんだね。違うんかね。今だけかね。そうだ、まだイカッチャ入ってなかったわ。イカッチャ入ってみよう。で、施設の中はやっぱこういうバンカラ地方のところに来るみたいだね。飯田さん呼ぼう、飯田さん。気づいて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 。おー、一生からず、ホタル姉さん、アオリ姉さん、気づいて気づいて。オッケーイ。ついに来ることができるようになりましたね。これ、2のさ、ハイカラスクエアとかも来れるようになったら嬉しいんだけどね。多分増えるんじゃないかなと思うんですが、ね。ここまでご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、またね、ハイカラーシティに来れるようになったので、ここでいろんな小ネタを見つけて、YouTube のコメント欄に書いていただければ、調査しに行きますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあねー！バイバイ！